西名森信は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。家門は、割引門と丸に、割引門。末期に、織田信長の公衆征伐に際して、一族、重臣の逃亡や寝返りが続く中、高登城において最後まで抵抗し、討ち死にした。意味名は森信のほか金星の系図類、変産物では、春地下とする資料もあるが、父、春信が、 将軍、足利義春から授与された、晴れの変化を授与することは、社会通念上ありえないことから疑問視されている。また、天正9年5月7日付け霊末寺当て金星や、高乱期では、信盛とする要礼があり、天正9年2月から同年5月の間に、高藤入場を契機に解明した可能性が考えられている。長野県下、信濃の国でも、 西名の五郎信盛と歌われている。かいの国の戦国大名、武田信玄の逸つとして生まれる。母は、油川信守の娘で即室の油川夫人。異母兄にに、武田義信、勝頼、道母の定前に、桂山信貞、松姫、菊姫がいる。信濃の国安住郡軍の国人領主である西名氏を継承し、武田親族衆に列する。武田氏は父。 春の武器の天文年間から品の信仰を本格化し、品の黒人の悲観化が進められていた。安住軍を領する西名氏は天文22年に武田方に帰属し、安住軍は西名森政支配期を経て直轄領化されている。春の武器の品の支配では征服した品の名族と婚姻関係を結び親族衆に列することで懐柔させることが行われていたが、 森信も永禄4年に父の遺行で西名氏の名跡を継ぎ、西名氏の通詞である性の変記を受け継ぎ、親族百鬼持ちの大将となっている。天正年間には西名氏当主として所役免許や事業安堵を行っており、武田両国と敵対する越後国との国境警備を指揮している。信玄の死後は当主となった。 イボアニの勝頼に仕え、公越同盟の締結後にも国境警備を務めている。勝頼後期には、織田・徳川勢力との敵対が激化し、天正9年には、大イ田・徳川の軍事再編成に際して、本来の居城である、信濃国森城のほか、高遠城市を兼任する。森信は、信濃作軍内山城台の小山田正茂。 大学女兄弟と高藤城に労上した。天正十年二月、織田信長の命により、織田軍による公衆政抜が始まると、兵三千がこもる高藤城は、信長の着難、信忠率いる五万の大軍に包囲された。この時、信忠は森信に降伏を勧告したが、森信は拒否。使いに来た僧侶の耳をそぎ落として追い払ったとされる。高登城は三月二日、 創業から、織田軍の猛攻にさらされ、森信は奮闘した後、自陣した。去年26。約500名余りの家臣も共に討ち死にして、高登城は陥落した。織田軍も300人の死者を出したという。切腹後、主級は、信忠の元に届けられ、長谷川総任によって、刑の一条通りの辻に、武田勝より、信勝、信豊らと共に獄門にかけられたが、 森信を警護する領民によって胴体は手厚く、葬られた。くしくも青年と没年は、信忠と同じである。江戸時代後期の天保2年3月、高藤藩主、内藤より安は、高藤城内の報道イングルワに、森信を祭り、3月1日を祭日と定めて、新城神とした。長野県の県下、信濃の国の歌詞でも歌われており、 呉所には現在でも喧嘩が絶えないという。森信の子には信貞がおり、戦国の世を生き抜いた。徳川家康との対面の際、敗将の子として忘れられるのを恐れたが、西名氏の存続と森信の家系を名乗ることを願い出て、それを許されている。その後、幕府旗本として江戸時代を乗り切った。子孫は武田氏に服し、現在も続いている。子孫を名乗る。 家のつてによれば、また別に、森信の子供が、上佐武田氏最後の当主、武田豊重を頼り、上佐国に落ち延びたとされる。子孫は、豪主として、存続、現在も続いている。なお、関営所家系図連には、信久の系統である信道が見えるのみである。子孫は、江戸幕府旗本。関西重修所家府では、信久の子孫と称するニが掲載されているが、 信元と名乗る人物とその子孫は掲載されておらず、信元は存在しないとされている。ありがとうございます。